バキガイデン、ガイアとシコルスキー、時々野村、二人だけど三人暮らし。をレビューします。第一巻の表紙が肌色多すぎて規制くらいそうだから二巻なのすまんやで。私のチャンネルは皆さんご存知の通り前編自作ピクトグラムであっても、ヌード規制は食らうは起用から権利者削除されるはクソな老作者は外事だわで、常時違反警告が点灯していますからね。これも全部角川ってやつが悪いんだ。そんな私の事情は置いといて、本作は皆さんご存知、グラップラーバキ、シリーズの、最強死刑周辺で出てきたカマセイヌ、じゃなかったそのうちの競合の一人、壁登り担当のシコルスキー君がもう一度日本にやってくる話ですね。彼は1センチくらいのナットに捕まって天井に逆さずりになりながら文庫本を読み終えるほど、指の力が強いため、垂直の壁をヤモリのように登ることができるのですが、結局ほとんどその能力を発揮することなく全身筋肉のビスケット、折り場にボコられ、ティーボーンステーキの骨をサクサク噛み砕けるジャック、ハンマーにボコられ、ユリ漫画におっさんを入れたことで半殺しにされた序盤のカマセイヌであるガイアにボコられ、半泣きになりながらもう許してくれー。と叫びながらまた刑務所にぶち込まれたという、なんかもうバキの作者がその場のノリでとりあえず出したかのようなキャラであり、この時から若干迷走をしていたんだなぁと感じるキャラの最たるものなのですが、しかしながら意外や意外、そのあまりの貧弱かマセイヌっぷりとギャグ漫画との相性があまりにも良すぎたことと、漫画家である林孝明先生のバキリスペクトによって、完全にクソ漫画と化したバキ本編と比べて面白いものが多いバキガイデン作品の中でも、ギャグ方面においてはぶっちぎりで最高の作品となっていますね。それでは裏筋から、バキ特有のなんかその辺のモブインタビューによって、最強死刑囚のシコルスキーが、現在もおとなしく収容されていることを答えているぞ。バキでこういうことをすると、まあ当然脱獄されるわけですね。おいおいおい死んだわ監守。脱獄したシコルスキーが行く先とは、そしてその目的とは、日本の野村さんの家でした。この野村というのが誰かというと、あの半間裕次郎と同等の実力を持ち幼年期のバキと互角の戦いを繰り広げた、ガイアさんであるわけですね。なお半間裕次郎には一瞬で負ける模様、ガイアは日本の安アパートに住んでいるがゆえにご近所付き合いを大切にしており、今日もアパートの大家さんからカレーのお裾分けをもらっていたのだった。カレーの量は多いけど今日は友達のシコルスキー君と一緒に食べるから安心。なおシコルスキー君もちゃんとおとなしく食べる模様。いい人かき様。さてこの環境利用等法の使い手である野村の裏人格であるガイアは、主人公メンバーに負けるとアップデートが入り大幅な弱体化を受けるソシャゲ方式の、バキ世界において、元米蔵と並んでなぜか逆に強化パッチが入る系の人であり、最強死刑周辺で最後にシコルスキーをボコったのがこのガイアであるのだ。そしてシコルスキーは敗北を知りたくて日本に来てボコられて半泣きでロシアに帰り、敗北によって得たリベンジマッチへの願いを果たすためにまた日本にやってきたのだ。だが周囲のあらゆるものが武器となるガイアがバキ世界のスピードで動き、じゃんけんポン、じゃあ鍋洗って大家さんに返しておいてくれ、なんだ、用意ドン、が必要だったか。ちなみにこの、用意ドン、というのは最強死刑周辺でよく出てきた概念で、アスリートと格闘者の違いは即座に戦闘状態に入れるかどうかという論点のもと、これができるものが一流であるという、まあつまりはそういう元ネタがあるわけですね。ちなみにシコルスキー君もアスリート相手にこれをやっていきっていた過去がありますね。完全論破されたシコルスキー君は勝者に従って鍋を洗い、ちゃんと鍋を返しに行ったら大家さんから雑用を頼まれ、それが終わったらもう夜になってしまっていました。ジョルト、だが実際ガイアに隙がないのは事実。いつでもリベンジマッチを果たせるように、ガイアの部屋に住み込み隙を伺うことにしたのであった。ちなみにシコルスキー君は原作バキの後日談で、睡眠時にも壁で寝ているという、謎の描写によって以前より強くなっているというテコ入れをされており、これも元ネタがありますね。そしてシコルスキー君は壁で眠りながら、長期戦の予感をしかと感じていたのだった、という話ですね。
原作愛ありすぎかき様。本作はシコルスキーとガイアが日本の安アパートで住むというシュールギャグだけでなく、原作由来のネタを使ったギャグも展開しており、これだけでも取ってつけたような、名前を借りただけのギャグ漫画ではないことがわかりますね。例えば北斗の拳のガイデンとかは、全く原作の設定を使っていなかったり、そもそも絵を見せる気がなかったりでひどく、そんな知名度流用による上辺だけの効果を期待しただけの作品とは一線を画しますね。それと本作ですが、大家さんなどのこの作品特有の新キャラだけではなく、シコルスキーとガイアにゆかりのある原作キャラがたびたび出てきますね。一番登場頻度が高いのはアレクサンダー、ガーレンですね。もはや誰やねんこいつって人も多いことかとは思いますが、グラップラーバキの最大トーナメント編においてリザーバーとして出てきた人で、正式出場者である暴走族の芝木春を天井に埋めた人ですね。その後ジャック、ハンマーに指を食いちぎられるわ。地面と水平にぶん投げられて塀に激突し歯を全部へし折られるわ。さらには普通に身体能力と技の両方でジャック、ハンマーに圧倒されるわ。散々だったロシアの、じゃなくて当時はソビエト連邦ロシア共和国の選手ですね。彼は脱獄したシコルスキーがとりあえずボコった最初の一人でもあり、そのリベンジのために野村の住むアパートに来て裏庭に穴を掘って、地下室を作って勝手にそこに住み着くようになった実質メインキャラですね。ちなみになんやかんやあって現在は大家さんに惚れています。他には最近、ガイアの同僚である自衛隊員たちも出てきましたね。大家さんがアレン・ガイア・シコルスキーがキャンプ場に行って楽しんでいると、先に場所取りをしていたのは自分たちであると主張をしたことによって、缶蹴りで戦うことになります。これがマジだから困る、その戦いの中で判明するのですが、シコルスキーはバキ本編の中で、土下座を超えた究極の謝罪の形として土下座を披露していたのですが、これは別に煽りではなくてマジで謝罪をするつもりでやっていたということが語られますね。このように本作は外伝作品という立ち位置を最大限に使って、本編にある各要素をギャグとして流用するという見事な手法を披露しており、また同時に本編を知らなくてもギャグのノリ自体が面白く起承転結もしっかりしていて、非常に素晴らしい作品となっていますね。ちなみに私は特に第4話が好きです。風呂場の壁を登るやつですね。純粋に話の構成が見事としか言えませんね。総評ですが、バキ本編は死んでるけど外伝作品は全盛期の輝き、ですね。本編の方はさっさと敗北を知って謎理論でパワーアップが必要な段階ですが、外伝作品は今が全盛期、宇宙が広がり続けるように強くなり続ける裕次郎のように、品質が上がり続けています。もうチャンピオンでこっちを連載すればいいのでは、あと一応は現在無料期間らしいっすよ。2024年1月4日までですって、なんか結構頻繁に無料期間になっているので読み始めるハードルも低いですね。最後に漫画家ですが、これもう本人でしょ。正体見たりって感じだな。と言っても最近のバキの作者は絵が丸くなってこれじゃない感が強く、外伝作品を描いている人たちの方がよっぽど本人感があったりするのが困りものですね。それでは今回紹介しました作品、バキ外伝、ガイアとシコルスキー、時々野村、二人だけど三人暮らし、ぶっちゃけもう本編より面白いので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。